1966年の近鉄バファローズでは、1966年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、岩本義行監督の2年目のシーズンである。パールス時代の1954年以来 A クラスから、遠ざかるチームはこの年からユニフォームを、ロサンゼルスドジャース風のデザインに一新。ホーム用は、バッファローズの字体が変更され、 ビジター用は近鉄ロゴがゴシック体になった。また、画家の岡本太郎がデザインした猛牛マークが5年ぶりにユニフォームに戻るなど、イメージチェンジが図られたが評価が2分され、特にビジター用は高校野球みたいだと揶揄されることもあった。ドラフト会議が前年から導入されたことを受け、チームは後の300勝投手、鈴木刑事を2位で指名。鈴木は、 岩本監督の期待に応えて、開幕からローテーションに入り、1年目から10勝を上げる活躍を見せた。チームは4月を再開で終えると、同じく開幕ダッシュに失敗した阪急との再開争いがしばらく続いた。しかし8月以降は大きく負け越して、最終的に3年連続の再開。結局優勝の難解に31ゲーム、4位。 東京に13ゲームもの大差をつけられた。打撃陣は4番の土井正宏を除いて振るわず、チーム打率はリーグ5位で安打得点もリーグ再開。ユニフォーム変更もチームのカンフル材にはならず3年連続の再開で、終わり岩本監督はわずか2年で辞任。後任には、チームハイの木の小玉秋都氏が選手権人ながら監督に就任した。ありがとうございます。